モーニング娘。21の DVD マガジン佐藤137ということでですね、皆さん今回はねものすごく人それぞれの感想が出ると思います。なのですがですね、アウトドア系なんですよ。外系だから中系の人はあんまりこういう感じなのねって思うかもしれないんですけど、アウトドア系でめちゃくちゃ面白いかも。賛否両論だと思います皆さん楽しんでご覧いただけたらいいなって思います。でも私はちょっとこの立場でね、私も皆さんと同じような形で見るんですけど、本当に私は好きでした。マイク触りました、ごめんなさい。皆さんこんにちは、モーニング娘。ですイエーイ。今回もまだまだ遊びます。イエーイ。はい、石田あゆみです。そして佐藤あさきです今日もよろしくお願いします。はい、シャルクの中とモルックですいきます。ついにやってきました。本日の目玉バーベキュー。なんかこういう感じでいいですかね。なんか10時に入水した10時。いや毎朝ステーキ焼いてるんで。よし、お前はよく焼けるんだぞよし、愛情が感じられる。いきまーす。嬉しそうだ。焼きそば冷たい。青木玲奈ちゃんは青木に来たよ。あー嬉しい。暑いでしょ。暑いですここめっちゃ。ここめっちゃいい感じやったね。アウトドア企画の成功を祝して乾杯。最高です神。最後に花火をしてね、するらしいので、皆さん一緒に楽しんでご覧いただけますでしょうか問いかけちゃったよとりあえずどうぞ。かわいい。なんか今年初花火だよ。エモいなんか。エモいね。すごい。大丈夫そう？大丈夫そう？花火の匂い大好き。だけど寂しくなりません？わかる。2021年。これです。こんな感じです。なんか動いてます今。私が動いてる。賛否両論、皆さんどんな方でもいいので見てください。以上です。佐藤あさきでした。バイビー。137です。137ですよ。